さんこんにちは、小林哲也です。こんにちは、よしみです。俳優の黒田麻です。はい、ということで今日は久しぶりに3人で、はい、させていただきます。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまずですね、麻さんからちょっとご報告というかお話があるということで、はい、今回ちょっと動画を撮らせていただきました。はい、実はですね、ちょっと皆さんにご報告がありまして、皆さんに本当に応援していただいてたんですが、いろいろ考えた末、今年のプロテストを見送るということに決めました。はい、去年一昨年と受けて、いろいろ、テストの雰囲気とかは大体分かったんで、どうせ受けるなら本当に自分が納得するレベルに達した時にちょっともう一回チャレンジしたいなっていうのがあって、でそれが今年じゃないなっていうふうにちょっと判断したんです、自分で。で1年間コバ TV の方でも一生懸命僕をレッスンしていただいたんですが、まだまだそのレベルに達してないなと自分で判断し、いろいろ考えた結果、今年のプロテストは見送ることにしました。本当に皆さんにいろいろ ご声援とか応援をいっぱいいただいてて、頑張ってくださいね、すごい期待しますっていうふうに言われてたんですけど、すいません、今年はちょっと見送らせてください。でも決してこれ諦めたってことじゃなくて、もうちょっと頑張って、もう1年間、実力をつけて、また来年、またこれはまた来年になってみないと分かんないですけど、また来年チャレンジしようかなっていうふうに考えています。はい、はい、僕らも麻さんのことも今年3年目になります ね、はい、ずっとプロデュース1回2回ってやらせていただいて、はい、ずっとレッスンの方も引き続きやらせていただいたんですけども、今年麻さんがこの話でやるときに、僕も正直その今僕たちが教えてる内容っていうのにやっと少しずつ麻さんも理解ができてきて、はい、これからっていう感じだったんですね。だからここで僕らも逆に無理やり受けてもいいかもしれないんですけども、逆に受けることによってまたなんかこう悩み方とかいろんなところがちょっとこうずれてしまったりする可能性もあるかなっていうのもあったので、逆に麻さんに、そういった形でお話しさせて、していただいたので、はい、僕たちも逆に来年に向けてっていう意味で、もっとこう今はずっとスコアメイクっていうよりも投げ方とか、そうですね、そういったところをメインにレッスンしていたんですけども、はい、そこをちょっと僕たちの方でもっとこうカリキュラムみたいなのを作って、スコアを出す方法とか、はいはい、レーンアジャストとか、そうですね、もっとこう実践的な話ですね、レーンコンディションの読み方とか、そういったところも踏まえてボールチョイスだったりとかも、お話をしていきながら、引き続きレッスンの方は、はい、コバ TV で配信をさせていただきたいと。そこはお願いしてもよろしいですか？もちろんです。じゃあまた、はい、僕の応答レッスンよろしくお願いいたします。はい、はいはい、なかなかやっぱりね、こう見ていてもうここ特に3ヶ月すごい感じが良かったので、いろいろこうね悩むところもあるんですよ、正直ね。はい、はい、受けてその勢いっていうのもあったりするんですけども、はい、ただまだ、僕らこう見ていても、やっぱりそのスコアメイクってところを考えたときに、ちょっとやっぱりスコアの、点数、200点ですよね、そう、この壁を超えるか、その15位ですね。そうですね、やっぱりね、ちょこちょこ大会出させていただいたりとか、チャレンジ出させていただいたりとかして、その時にやっぱりプラスなかなかまだ出てないんですよ、正直言って。出る時もあるんですけど、それがやっぱりパーセンテージでいうとかなり低いんで、これではやっぱり200アベの、壁はちょっと高いなと思いまして、やっぱり自分の中で、ちょっとしたチャレンジになり大会に出てもプラスに近い点数が打てるっていう自信を持った時にチャレンジしたいなって思ったんです。はい、だからそこに行くまでちょっと、待ってもらえるかなっていう感じです。はい、はい、なかなかあれですよね、ご自身でこうできるタイミングを決めるっていうのが難しいところだったのかなと思って、麻さんもかなり悩んで、いや相当悩みました、私たちにお話をしてくださったんですけど、はいはい、やっぱりこう2年連続で受けてると、こう3年目が来て3回目受けるのが、はい、多分当たり前みたいなふうにもう誰もが思ってたりもするんですけど、はいはい、そこを麻さんがまた今までやってきたからこそ、ここのタイミングじゃなくて来年にって思うっていうのは、はいはい、またなんかいろんな、そうですね、この1年でできることがまたたくさんあるので、はい、ちょっと私たちも少しでもお力添えできたらと思うので、ぜひお二人のサポート、
お願いしたいと思います。コバティビのサポートがなくして、はい、私の、プロテストはないと思ってますので、よろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。します、はい、また今年は、いろんな承認大会とかも、うん、まあ、そういったところに積極的にちょっとできる限り、ね、アドさんに出ていただいて、はい、僕たちも一応行けるところの範囲で、一緒に出てもらって、はい、その中でやっぱりスキルアップっていうのはやっぱりね、大会とか競技会とかそういったところの実践を積むのが一番、まあ、そのスコアを結ぶ近道でありますね、はい、やっぱ実践に近い状態なので、はい、やっぱそういったところでちょっと多く、参戦してもらって、まあ、いろんな経験を、まあ、積んでいただきたいな、はい、まあ、その1年にしたいなと。そうですね、はい、極力いろんな大会チャレンジに出て、うん、経験値をちょっともっともっと上げたいなっていうのが正直なところなんで、はい、皆さんそこのところどうぞご了承いただきたいと思います。皆さんからね、はい、もう本当に毎回僕ももうあの今年始まってからもうチャレンジ行っても、はい、私も朝さんに頑張ってて伝えてくださいって言えば、すいません本当に多分そう言われてるかなと思ってたんです、はい、僕もね、あのあちこち行って言われるんです、はい、あの今年のプロテスト頑張ってくださいねって、はい、そう言われるたびにちょっと心がずっとね、うん、痛んではいたんです。でもね、本当にもう2月じゃないですか、うん、あと2ヶ月、はい、この2ヶ月の間でじゃあ急にガーンとプラスのね、うん、打てる、アベレージにいけるかって言ったらなかなかそれは難しいと思うんで、もう1年ちょっと頑張ってみたいなっていうふうに思いました、はい、やっぱこの僕は決断はめちゃめちゃいいと思ってて、ありがとうございます。やっぱこのやっぱりこれ一回やめるっていう決断で結構大変なんですよ正直、うんうん、そう思います。吉井プロは実は、ね、テスト一発で勝ったんですけど、僕は3回目なんですよ、はい、で僕も同じ感じで1回目2回目落ちて、で1回開けてるんですよ、はい、実は、はい、それは多分アーサスの同じ気持ちなんです。すごく気持ちが分かるんですよね、はい、このままダーナーで受けたらまた落ちるなっていうのもあったので、はいはい、あえて1年ここでもっといろいろなことを経験積んでこの1年に託そうってね、来年の1年に託そうという気持ちで受けて僕も受かったので、すごくアーサーさんの気持ち理解できるので、ありがとうございます。もうその気持ちで今度僕たちも全力でね、はい、今年も引き続き、はい、あの応援していきながら、はい、レッスンの方も引き続きやりたいと思いますので、はい、ぜひね視聴者の皆さんも、末永く応援していただければと、はい、引き続き応援よろしくお願いいたします。お願いします、はい、ということで今日はですねちょっとアーサーさんからご報告ということで、はい、またこの後引き続きねレッスンの方もいろいろとやっていきたいと思います、はい、ちょっと実践形式も近いと思いますので、うん、そういったところも含めて、行いたいと思いますので、引き続き皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでそれではまた次回も引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。